こを巻いたフォークになりますよね。ちょっと浮きました。センター前の出しました。4対2。いやこの吉村の今表情が物語ってますよね。いやでもすごいですね。糸原ね、集中してますね。カープでしたね。かなりのやっぱりこう割合でこの辺は最後カーブ変化球が来るというね。速いストレートを持っている丸山翔太ではありますが、ここはやはり同時にストレートに強い糸原に対して策をどうしたんですが、そうですね、打った変化球、はい、